ちは、みなさん、ルークです。今日は、マルコの福音書の8章の35節に、ある聖句を通して話したいと思います。この箇所では、イエス・キリストが、本当にいい御言葉をシェアしていますけど、本当に毎日生活の中で、自己犠牲というテーマに関してすごく大事な言葉だと思いますので、シェアしたいと思いました。これは、マルコの8章の35節、新改訳で、読みます。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音党のために命を失う者はそれを救うのです。そうですね、このイエス・キリスト、クリスチャンの生活っていうのは、毎日、自分の欲と戦いだと思います。もちろんいい欲もありますけど、その中では自己欲、そして、すごく個人中心、自分中心、自己中心になっちゃう欲もよくありますので、それとの戦いは、終わらないと思います。ここでイエス・キリストが言うのは、自分の命を失うという意味は、つまり自分の欲を失う人は、その命をもらう、イエス・キリストのから来る、その恵みから来る命をもらうということになりますので、すごく大事だと思います。例えば、周りの環境の中で、他の人たちとの関係の中で、自分の欲を主張するのか、もしくは本当に自分の本当に自己欲だったらそれを捨てて、周りの人たちの、特に家族、友達や、その人のためにする行動と言葉はすごく大事だと思います。じゃあ皆さんもこのマルコの8章の35節を、黙想して見てみるのはどうですか？ありがとうございます。